高速道路の追い越し車線を平然と逆走する車。走行してきたトラックと正面で向かい合う形に。いやもう死ぬと思ってふざけるなというか、本当に人を殺しかねない行為なんで、本当にいつどこで起きているかっていうのがわからないっていうのがこの逆走の怖さでもありますね。ネクスコ中日本の3台のカメラが捉えた逆走車の映像。そこには本線に進入してから出ていくまでのおよそ1キロにも及ぶ危険な逆走の一部始終が記録されていました。これは先週木曜日の午後6時過ぎ、愛知県と三重県を結ぶ高速道路伊勢湾岸自動車道の下り線で撮影された映像。前方から来た白い車がなぜかスピードを緩めて停車。すると次の瞬間、画面下からオレンジ色の車が現れます。この車が走っているのは高速道路の出口につながる車線、つまり逆走です。逆走車はですね、この飛島インターチェンジのこの ETC レーンを逆走で突破して入っていったということです。ネクスコ中日本によると、逆走車は出口料金所の ETC レーンのバーを押して高速道路内に侵入したといいます。先ほどの映像とは逆の角度から撮影された映像を見てみると、画面左上、出口へと向かう分岐付近で相次いでブレーキランプを点灯させる車。その後何かを避けるような動きを見せます。その後道路上で1台のトラックが完全に停車。この時トラックの前には逆走車がいて、向かい合う形で止まっていたのです。まさにこの辺り、飛島インターチェンジの出口付近でですね、逆走車が対向車と鉢合わせました。その状態のままおよそ1分、しびれを切らしたのかトラックが右に避けるように動きます。すると、オレンジ色の車は逆走していることに気づいていないのか本線に進入。そのまま直進を続けたのです。その後の様子を捉えた別のカメラには、3車線の真ん中を走り続ける逆走車。映像には周囲の車が逆走に気づき慌てて車線変更する様子も。実際にこの逆走車に遭遇した男性は、なんか平然と乗っていたようなイメージあります。その運転手はその焦ってる感じはあんまり、まっすぐ多分その車も来てたと思うんで、こう避けるような素振りもないまんまなんか来てた。逆走車の特徴についてネクスコ中日本の林さんはこう指摘します。逆走している方はですね、自分が正しい方向に走っているという思いで走っていますので、やはり追い越し車線を走り続けてしまうというような傾向があります。カメラにはその後も追い越し車線を走り続ける逆走車の様子が。そこへ画面上から現れたのは大型のトラック。幸い正面衝突は避けられたものの、2台は追い越し車線上で向かい合い、身動きが取れない状態に。およそ10秒後、通報を受けた高速道路交通警察隊が現場に到着。
道路管制センターというところがありまして、そこでは24時間365日ですね、お客様からの通報であったりだとかカメラでですね、全線を監視をしましてですね、今回は料金所を逆走で突破してきていますので、料金所のスタッフからですね、道路管制センターの方に逆走があるということで通報をいたしました。その通報を受けてですね、道路を巡回している警察さんのパトカーの方にですね、情報が入りまして、いち早く駆けつけたということになります。駆けつけた隊員は素早く交通誘導を始め、身動きが取れなくなっていたトラックを行かせます。その瞬間、逆走車は なぜか再び直進を始める逆走車。慌てて隊員が追いかけます。その後、隊員が運転席に乗り込むと、逆走車は U ターンして正しい進行方向に戻っていきました。逆走車を運転していたのは50代の男性。料金所を出た後、迎えに来た家族に引き取られたということです。スタジオにもネクスコ中日本の林周平さんにお越しいただいています。林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。いや、でも林さん、今の映像本当驚きました。はい、そうですね。すごいですね、あの逆走は。はい、私これちょうどリアルタイムで見てたんですけども、やはり道路の真ん中をですね、ずっと走り続けてしまっているので、本当にいつ事故が起きてもおかしくないなと思って、本当にヒヤヒヤして見てましたね。はい、もう本当たまたまこれ小室さん、事故が起きなくてよかったよね。本当ですよね。この対向車の方も本当に怖かったと思いますね。これでも全国的に林さん、これこういった逆走っていうのはどれぐらい起こってるんですか？そうですね、全国の高速道路で、2日に1回のペースでですね、起きています。はい、そんなにですか？そうですね。はい、橋本さん、2日に1回、ちょっと正直驚きましたけども、どうですか？こういう状況がですもんね。これ出入り口の方でいろいろ対策取られてると思うんですけども、そのあたりについて、まだ実際に2日に1回生じてるということは、何か不備というか、この辺を変えなきゃいけないなっていうような認識は何か終わりなんでしょうかね。そうですね、やはりこう逆走になってしまいますと、死亡事故につながるケースも多いですので、いかにこうご侵入しないかっていうようなところでの対策、今も取ってはいるんですけども、何か不備があるというのはちょっと自分たちで言うのは難しいのかも分かりませんけど、この辺変えなきゃいけないなってないんですか？そうですね、やはりもっとですね、一般道からこう出口だよっていうことを、もうしっかりと認識させるような、表示というかですね、対策を取る必要があるかなというふうに思いますね。 ETC、みんな最近つけ始めてるので、そのあたりで警報音がその ETC を使ってご侵入した時に鳴るとか、そういうことは技術で乗り越えられないんですかね？そういう、対策もあるかなと思いますし、ただ今回本当にこう ETC のバーがある場所をですね、こう突破してきているというところで、なかなかその辺難しい部分もあるかなと思いますね。明らかにじゃあバーがあるから、逆走って分かるわけじゃないですか。でも僕も結構運転するので、長距離走っていると地方自治体だったりとか、もしくはそのまま道路の種類によって分かりにくいような表示のところもあったりもするんですよ。そういったことって統一するみたいな動きってあるんですか？そうですね、もう本当にいろいろとこういった逆走をですね、やっぱ起こさせないためにということで、対策は取っていてですね、本当にいかにこう高速道路の入り口じゃないよってことを知らしめるかっていうところを対策は取っているんですけども、なかなかそこがこう件数が減っていかないというところで、ジレンマというところもあるかな、ありますね。はい、その表示の仕方がいくつかあるだけで、ちょっとこっちはドライバーとしては瞬時で判断しなきゃいけないじゃないですか。はい、そういった意味ではなんかこう、って考えてしまうんですよね。それ統一してほしいなとすごく思うんですけど、でも実際こうやって対向車、逆走来た場合、どういうふうにすればいいんですかね、僕らは。そうですね、やはり追い越し車線走ってくるケースが多いですので、走行車線を走っていただくのがいいんですけども、あとはやっぱり前方の車のこう動きに特に注意をしていただきたいですね。あとやっぱかなちゃん、高速とはやっぱスピード落としておいた方が慎重に、運転した方がいいかもしれないね。そうですね、でも遅すぎてもまた危なかったりもするじゃないですか。そこの判断難しいですけど、こっちが今回は逆走車も止まりましたけど、止まって来ない場合もあるわけじゃないですか。だからすごくこの対策って難しいですよね、走ってる側は。はい、
これもし見かけた場合はどうすればいいんですか。そうですね、もう同乗者の方がいらっしゃれば通報していただきたいですし、自分自身だけであれば料金所のスタッフにですね、お声かけいただくとか、サービスエリアに入って、通報していただく、いち早く通報していただくことでですね、後続車、これから走ってくる車の安全にもつながりますので、ぜひこういった見かけたら通報していただきたいですね。